はいさい、どうも、陶器実況のさ、伊波大志です。さあ、今日は3月6日に開催されます、伊波闘牛大会について語っていきましょう。この伊波闘牛大会、多分ね、最後にやったのが平成31年じゃなかったかな、多分伊波組合主催では4年ぶりだと思われます。で、今回、さあ、この対戦カード10試合組まれておりますが、今日語るのはここです。はい、C の1番戦、軽量級ファイナルマッチ。石山きらぼしみより対ちょこっとパンダチンガニーの対戦について熱く語っていきましょう。まあ、この試合はですね、まず石山きらぼしみよりが前軽量級チャンピオン、はい、11月の115回秋の全島闘牛大会でチャンピオンとして初防衛戦に出場するも、惜しくもチャレンジャーメイキラリクオーに敗れてしまい王者陥落となりました。惜しかったんですけどね、途中で一回この得意の切り返し速攻で勝負ありかなと思ったんですが、相手が戻ってきて試合続行、最後は敗れてしまうという、まあ、この石山きらぼしみよりがあの11月のタイトルを失ってからの注目すべき復帰戦となります。その復帰戦の相手がちょこっとパンダ、ここがね面白いんですよ。おそらくこれ伊波闘牛組合主催の大会じゃなければ普通だったら実現していません。伊波大会だからが実現しています。まず石山きらぼしみよりの所属が伊波、はい、石川の伊波地域です。で、対するちょこっとパンダ牛主山城長順さん、はい、石川といえばもう伊波か山城ですよね。そうです、山城集落の方です。昔からこの伊波と山城というのは友好関係もありながらライバル関係、闘牛でもそうですし、なんかエイサーとかあと山芋スープでもいいライバル関係にあるんですよ。で、そこでやっぱお互いの地域を盛り上げていこうということでの実現です。あとはこれちょこっとパンダの牛主山城長順さんがイケイケの性格というところも関わってます。石山きらぼしみより前の軽量級チャンピオンですよ。軽量級のトップランカーです。まだまだ今後もチャンピオン狙える位置にいる牛に、このちょこっとパンダが、沖縄からわずか3戦目、徳之島からトレードされて3戦目で早くもこれに挑むという、周りからは、早いんじゃないかという声もありながらも、ここで挑むのが長順さんの性格なんですよ。昭和32年生まれ、昭和32年生まれといえばフルゲンモータースさんとかうちの父親とかもうイケイケるメンバーが多いです。長順さんもその一人、普段はあの山芋愛好会会長でもあるんですよ、うるま市の。もうね、なんだろうな、あの性格、ああいいよ、うんうんうん、大丈夫よ、うん、なんで OK よという、相手の情報もそんなにわからないままいつも OK したりとか、あと自分の牛の実力を本人が知らないのに、うん、大丈夫じゃないかって OK するタイプ。あれ、これがね、この間、あれは正月大会、戦闘台風リキトという牛と試合がありました。あの時にも、長順さん、戦闘台風と向かわすの大丈夫ねって言った時に、分からん、大丈夫じゃないかって言って、もう前評判では戦闘台風の方が強いだろうと言われている試合にここで向かわして勝つんですよ。昔からね、なんていうのかな、牛運、もう牛運に恵まれた人だと俺は思っていて、最近で言えば早高奈々ちゃんもそうです。いや、今回は相手の方が強いよと思われている試合でもここで勝つんですよ。なんだろうな、変にちょっと重要なところでのこの勝負強さというか、戦闘台風力と戦でも、戦闘台風は全島大会でも活躍しているし連勝できている。それに対するこのちょこっとパンダが、どうだろう、厳しいかなと思われている中で、もう掛け技で終始相手を翻弄して勝つという。で、僕言いました、長寿さん、あの牛すごいね、ちょこっとパンダ掛け技がまた見事だったね、そら。だからよ、あんなに掛けやるってわからんかったよ、僕も。いい、本当にいいよ、この牛の情報何もわからんけどよ、よく掛けるなと思って見てがいたよという、こんな感覚なんです。だからね、これも石山きらぼし有利という声があるかもしれませんが、僕は何かしら、なんかね、あの簡単にはいかない、あの人のこの馬で持っていたこの牛運の強さというのに注目です。ただ石山きらぼしみよりもやっぱりずっと勝ってきていた中で王者陥落、前回も徳之島で負けたりとか沖縄で黒猿に負けたりとかありましたけど、負けた後の次の試合でもあまりこう影響しないタイプの牛なので、
体調は万全な形で持っていくんじゃないかなと思われます。さあ、この伊波闘牛大会、なんでしょう、伊波と山城の昔からこのバチバチの争い、ここに注目ですね。あの方々って面白いのが、伊波山城地域の人たちって、この長順さんもそうですけど、小学校の時から牛が好きで、もう毎回毎回闘牛場に足を運んだそうです、幼少期から。で、小学校の時ってみんな牛を飼うことはできませんよね。でも牛に憧れを持っているから、何としてでも自分の牛持ちたいな、あ、じゃあ牛に代わるもの何があるかなということで、石かさ、石、あの公園とかそこら辺に落ちてる石を拾ってきて、穴の開いてる石を探して、そこにロープを通して首って、はいはい、あっちからせーので石をぶつけ合って戦う石オーラ性という勝負をしながら青春時代過ごした人たちで、これで割れたら負けという、これね、あの方々の昔の話聞いたら面白い。この石オーラ性でもだん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 ヒートアップしてきて、みんな石探しに必死になって、で最終的には石の話よ、石の話、小学校の学校外で石散歩させて帰ってたっていう、石を散歩させながら帰って、最終的にはお家に帰るときに、ロープを木にくりつけて石の目の前に草あげてたっていうね、そういう情熱のある人たちが大人になってもまだまだお互いの意地と意地のぶつかり合い、ライバル関係であるというところが面白いんです。ぜひ皆さん、伊波闘牛大会3月6日に開催されます。その他にも風切り戦では徳之島の軽量級チャンピオン交流王が出場することが決定しました。これもすごいよ、交流王、徳之島の軽量級チャンピオン、敗れてから来たわけじゃないよ、現役のまま、現役チャンピオンのまま戦いの舞台を沖縄に移すということで、向こうのタイトルを返上して沖縄に来ます。そのデビュー戦が今度の3月6日です。なので今軽量級も戦国時代です。チャンピオン名キラ陸王に、この今後、交流王とか、まああとちょこっとパンダ一三キラ星ファイティング大吉がいろんな牛がいる中で、この戦いでまた、新たなこう勢力図も変わっていくんじゃないかなという予想がされます。また今大会でデビューする注目の若牛なども多くいますので、ぜひ皆さん3月6日石川多目的ドームで開催されます伊波闘牛大会に遊びに来てください。とはいひーおいひーおいひーおい